シオンの怪談師、並川大介です、えー。声優が語る怖い話、第3幕、ブルーレイの発売が決定しました、えー。僕が語った怪談なんですけども、夜行バス、リビング、この2つが収録されています。夜行バスはリアルに、こう、身近に感じることができる怪談になっているんじゃないのかなと思いますし、 これ実はこう遭遇してしまう可能性もあるのではないのかなと思います。これぜひチェックしてみてみくださいそしてリビング、まあ、階段っていろんな階段があると思うんですけどもこのリビングに関しては非常にですね僕があんまり出会ったことのない階段になっております。あのどちらもあの心を込めて、えー 話させていただきましたので、何卒よろしくお願いします。ぜひぜひ、お手に取ってお楽しみくださいませ。シオンの怪談師、並川大輔でした。